はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。タレントのベッキーさんが、かねてから交際していた片岡ヘッドコーチと結婚したそうです。まあ私事ですが、先日片岡コーチと結婚一致しましたと。これからも感謝の気持ちを忘れず、ゆっくりとしっかりと歩んでいきたいと思いますということを言っていました。で、まあ2人はね、昨年共通 の、 あの知人か知人の言う紹介か、紹介で知り合って、その片岡コーチは約10年前からベッキーのことが好きでファンでっていうことで意気投合したと。で、ちゃんとした交際っていうのが、まあ、去年の5月ぐらいだっていう話です。まあね、その後はまあいろんなところで、デートはしてるのとか、お互いの家に行ってるのという話をしているみたいなんですけど、でベッキーね、まあハーフタレントっていう感じになってて、父親がイギリス人で、母親が日本人だそうです。今はね、いろんな、レギュラー一応、地上波では持ってないのかな。まあ、CM もあまり出てないっていうイメージだけど、多分ネットの世界ではまあレギュラー番組も持ってるんだっけか、ネットのあれは見てないからちょっと分からないんですけど、まあね去年一昨年かその前にね、ゲスなことがあったんで、まあすごい評判が悪くて、未だになんか許せてないっていう人が多いみたいですね。まずね、本当に許せないのは、そのゲスの方の男の人の元奥さんの方がね、私たちが思ってるよりものすごく嫌な思いをしていて、まあ彼女がまあ許せないって言うならいいけど、何の関係もない私たちがね、いまだに許せないっていうのはどうなのっていうふうに言われてちゃうんだけどね、そのコメントとかで。で、まあね、そのイメージがちょっとね、悪いんだよね、私の中で。まあ一応ね、悪かったけど、今は大丈夫っていう人もいるけどね。まあね、これで幸せになってくださいとか言ってもさ、なんか逆に彼女自身がされる方になっちゃいそうなんだよね。そうすると、まあ元ゲスの方の奥さんの気持ちがわかるんじゃないかと思っちゃったりして、しょうがないんだけどね。まあもともとね、私は彼女に対しては、まあ、
いい印象の方が多かったんですよね。まあ明るいなとか、まあ明るくても、あ、元気だなっていうイメージはあったんだけど、なんかだんだん押し付けがましいというか、自分の意見が正しいっていうイメージがすごく出てきちゃって、で有吉さんがね、元気の押し売りみたいな感じであだ名をつけて、ああそういえばそうだねって思ったりしてて、で彼女の大親友っていうね人が、まあ、結婚して子供を産んでっていう時に、まあ、一夜早く飛んでいくような感じでさ、感じで言ってて、周りもね、周りというかその一般の人が、まあ、ネットでやはり結婚すると、結婚して子供ができたりするとやはり家庭家族っていう風なのが、まあ、中心になるじゃないですか。まあお友達とのね関係もいろいろとうまい具合にこうね両立するっていう方もいらっしゃいますけど、やっぱり家族子供が中心になってしまいますよね。それなのに彼女が押しかけてお世話したりとか、どっか出かける飲みに出かけるっていうのはいかがなものかっていう、ね、批判的な話も出てきてて、でもまあ彼女の場合は、いやいや相手の女性の方はそれはいいって言ってるからいいんじゃないとか、旦那さんも了承してるからいいんじゃないのっていう風な反論みたいな感じで言ってたんで、それでますます、まあ、そのことに対して炎上というか、そういうのが確かあったなっていうのが思い出しましたね。まあこれからね幸せになってほしいなと思いますけども、まあ前ねされないようにしていただきたいと思います。まあ実際どうなるか分かんないけどね。それでは皆さん、さようなら。